今日は金子とバルデスの先発で始まったんですが、その立ち上がり、まあ、ランナー二塁に背負って森の見逃し三振、今日はあのコースストライクなんですね。そうですね、はい、ブランコはバットを折りながらライトフライ、ここはなんとか金子がしのぎました。さあ2回です、バルデス立ち上がりなんですが、 T 岡田、まあ、崩されてのファーストゴロ。なかなか今日はこのバファローズ、バルデスに対して的が絞れませんでしたね。本当にね、適当に荒れてたんでね、非常に打つの難しかったですね。はい、3回の表ノーアウト二塁三塁で大城の打球を北川がファインプレー、ランナーそのままワンアウトランナー二塁三塁。今日はよく守っていましたバファローズ。しかし3番森野がここはうまくセンター前に運んでいきます。前進守備ショートの右、打球抜けてランナー2人帰ってきました。ドラゴンズが2点を先制します。さらに5回ツーアウトランナー1塁で5番の和田、センターへ2試合連続の第16号のツーランホームラン。4対0中日がリードを広げます。この辺りは完全に中日ペースでした。7回ワンアウトランナーは2塁1塁という場面でバッター日高、浅尾に対してここは163のダブルプレー。まあ、この辺りで完全にもう流れはこの中日だったんですよね。完全にそうでしたね。8回ランナーを置いて谷繁、加藤大輔から今シーズン第3号のスリラン、これで7対0となります。しかしバファローズ粘ります。8回先頭バッター一気が鈴木からヒット、続く大引きもうまく合わせてこれでランナー貯めます。ランナー2塁1塁、打順トップに戻って坂口、長峰からこのヒット、ランナー2人が帰ってきました。これで7対2。さらに長峰から3番の後藤が1、2塁間を割っていきます。坂口がホームに帰って、これで3点目7対3。さらに満塁になってバッター北川、高橋のまっすぐをセンターの右へ持っていきました。今シーズン第2号の満塁アーチ、7対7の同点にバファローズが追いつきます。そして9回ツーアウト満塁で代打塩崎という場面、その前です。これは9回の表ツーアウト2塁1塁で平野が井端を150キロまっすぐ、ここはもう強気にまっすぐ攻めましたね。そしてその裏ツーアウト満塁というチャンス、マウンド上は平井、ツースリーまで行ってバッター塩崎、外のボール球バットが出ました。スイングアウト三振、さようならなりませんでした。延長11回ランナー2塁1塁、9回と同じような攻撃になって T 岡田、低めのボールをすくい上げました。この打球がライトのフェンスを越えていきます。第11号のさようならスリランホームラン、10対7でバファローズがドラゴンズを下しました。